仕事辞める。何回ぶり？仕事辞めるの。何回ぶりなの？俺は。2年ぶり3回目。なんかさ、27の時はさ、俺なんで辞めたって言ってた？ 27 の時。なんで辞めたって言ってた？なんか声調子悪いね。昨日の配信の影響かな。あ、会社作るよっつって辞めたのか。いじめじゃないでしょ。いじめじゃないでしょ。いや、体調悪くないよ。なんか喉の調子だけ。いや、その時はもういじめられてなかったはず。あー、違うわ。思い出したわ。体調だ。27の時って、体調が悪かったんだ。なんか夜勤を、月に何回か、もうちょっと、不整脈がバンバン出てた時で、あ、ニキビができてた時だ。思い出した。27歳の7月に辞めたんだ、俺は。一番最初に勤めてた病院を、5年3ヶ月、勤めて、まあ、一応ね、その役職にもついて、つけていただいたっていたんですけど、まあ、それは、体調がもう、でも、労働環境が悪すぎて、辞めたんだ。思い出したわ。今。もう記憶が鮮明だ。で、自分で会社作って、2年間病院から離れて、そして借金作って、なんとかギリギリ今の会社に拾われたと。いや、疲れ切ってないよ。喉の調子が悪いから、あんまり大声出さないようにしてる。この報告して俺たちに何かしろとでも。いや、なんか毎回恒例なんだよね。仕事辞めるときはまずみんなに言うっていう。俺も彼女できたときはみんなに言わないって決めてるから。それはもう察してくれ。うん、それは察して。不整脈持ちが夜勤とかバカだな。うん、その時のなんか、あいつに聞かせてやりたい。責任者に。聞かせてやりたい。仕方ない。親に言ったが、まあ親ももうやめろって言ってた。まあなんかいろいろさ、その事情はまあおいおい話そうよ。邪推しといてくれ。邪推。いや、病院もうやめなさいって、昨日、ん？今日の朝、実家帰って、お母さんの病院行って、お母さんの病院ってもうお母さんが病院やってることバレちゃったんだけど、今。お母さんの病院行って、まあ、ちょっとお話ししてきたんだよ。それでなんか、まあ、やめますと。もうやめなさいと。別にお母さんが、あれ、経営してるわけじゃないよ。お母さんが経営してるわけじゃないよ。お母さんが経営してるわけじゃないよ。お母さんが経営してるわけじゃないからね。これ本当だからね。お母さんが経営してるわけじゃないからね。もちろん。そんなんじゃないよ。本当に。で、なんか母親が、まあ、ね、病院付近に勤めてるんだよ。で、なんつうの。もう相談してさ、もうやめなさいと。死んじゃいますって。わかりましたと。ありがとうお母さんと。いうふうにお話をしてきました。どうやって家賃払ってくんだ？まあ、家賃を払えるから大丈夫だよ。安心してくれ。みんなはそんな心配しなくていい。自分の心配してくれ。俺の心配をせずに。AV 代にはなりません。まあ、ちょっとしばらくは、まあ、放送をゆっくりして、ただ、あれだよ。決して、放送頻度が増えたりしないからね。俺暇になったら配信するとかさ、増えるかな？増えちゃうかな？増えるのかな？あのさ、俺さ、1ヶ月間さ、ニートやってた時にさ、あったじゃん。3年前の今頃。3年前の今頃って配信ばっかりしたっけ？いやでも、あれだよ。やりたい時にしかやらないからね。やりたい時にしか俺は絶対やらないからね。毎日やるとか絶対ないからね。わかんない！毎日やりたくなったら毎日やるけど、やりたい時しか俺はやらないからね。それはもうみんなに。
約束するわ。約束するわとか、公言しとくわ。まあ、正直でもね、あ、本音と建前どっちが聞きたい？お得意の、加藤純一お得意の、本音と建前どっちが聞きたいパターン。あ、本音。あ、まず建前から言わして。いや、病院なんかで働くやつはクソだから、もういいよ、やめた。っていうのが、あの、建前で。本音は、やはり、後ろ髪は引かれる。めちゃくちゃ。めちゃくちゃ後ろ髪は引かれると。そうだよね。まあ、ちょくちょくバイトしよっかな。やっぱり完全に離れるっていうのは、できねえな。完全に離れるというのは。